フェリペロハス・アルーは、ドミニカ共和国産、クリストバル州出身の元プロ野球選手、監督、ウトウ右ギ MLB 史上初となる、ドミニカ共和国出身の監督である。弟に、元メジャーリーガーのヘッス・アルーとマティアルーがいる。息子は元メジャーリーガーのモイゼス・アルー。大いには阪神タイガースに所属している、メルロハス・ジュニアがいる。また、2020年に、 ニューヨークメッツの監督となったルイス・ロハスも息子であり、モイゼスト・ルイスはイボ兄弟である。ドミニカ共和国で野球一家に生まれる。元陸上選手で医師を目指していたが、家族の貧困のため学業を断念した。1955年にサンフランシスコジャイアンツと200ドルで契約する。1958年にメジャー昇格した。1962年にオールスターに出場する。 1959年には兄弟3人で同チームの外野を守るという快挙を達成した。1964年のシーズン前にミルウォーキーブレーブスへ移籍した。1966年には自己最高の打率3割2分7輪、31本塁打、666打席、122得点21アンダー、218安打、355塁打を達成する。 1966年と1967年にもオールスター出場を果たし、1974年には現役引退を表明した。現役末期にはモントリオールエクスポズにて打撃コーチとマイナーチームの監督を務める。1985年にジャイアンツから監督就任の要請を受けるがモントリオールに残る。1992年途中に エクスポズの監督に就任した。ここでは、ダリー・ウォーカー、ジョン・ベッテランド、デライノ・デ・シールズ、ペドロ・マルティニス、そして、息子でもあるモイゼス・アルーなどの若い才能の育成に大きな役割を果たす。1994年には、最優秀監督賞を受賞した。しかし、同年のストライキのためワールドシリーズ進出はならず。 チームが経費削減のため彼が育成した若手を放出し、エクスポズの弱体化が進む。1998年にロサンゼルスドジャースから監督就任の要請を受けるが、再び誇示した。2001年のシーズン中にエクスポズから解雇された。2002年に1年契約でデトロイトタイガースのベンチコーチに就任する。2003年からジャイアンツの監督として復帰し、 プレイオフ進出を果たす。同年のプレイオフでは、フロリダ・マーリンズに敗退。2015年2月4日にマット・ステアーズ、コーリー・コスキー、カルロス・デルガド、ボブ・エリオットと共に、カナダ野球殿堂に入った。年度別成績、詳細はこちら参照。ありがとうございます。